トヨタ自動車トヨタ店トヨタ店,ーートヨタ店のディーラーの一例トヨタ店のディーラーの一例トヨタ店のディーラーの一例トヨタ店はトヨタ自動車のディーラーの一つトヨタが最初に作った販売店である2016年4月現在のキャッチコピーはフロンティアへ人を地域をもっと笑顔に2002年頃から2016年3月までは最上の出会いをトヨタ店で 当初はトヨタ販売という名称であったが、やがてトヨタ自動車という名称となりその後、トヨペット店と分派した。トヨタ自動車のディーラーの一つで、取り扱い車種にセンチュリーを筆頭とする高級車、及び商用車が多いため、富裕層や法人ユーザーに向いている。ディーラー名は、トヨタの店舗が多い。東京都は販売チャンネル制度を廃止しており、東京トヨタ自動車、 東京トヨペット、トヨタ東京カローラ、ネッツトヨタ東京のトヨタ自動車、直営4社が合併し、トヨタモビリティ東京となり2019年4月以降、トヨタ店は存在しない。神奈川県は、神奈川トヨタ自動車、トヨタカローラ横浜、ネッツトヨタ横浜、ネッツトヨタ湘南の KT グループ4社が合併し、トヨタモビリティ神奈川となり2020年5月以降、 トヨタ店は存在しない。富山県は、富山トヨタ自動車、富山トヨペット、ネッツトヨタノベルト山の品川グループ3社が合併し、トヨタモビリティ富山となり2021年1月以降、トヨタ店は存在しない。大阪トヨタ自動車本社大阪府では、以前、旧大阪トヨペットが、トヨタ店の販売車種を扱っていたが、2006年8月8日を、もって、 両者の社名入れ替えを実施し以下のように他都道府県と同様の取扱い車種へ変更されたただし、現在も一部に、現、大阪とヨペットと入れ、トヨタ店は、おおむね、各都道府県に一つの販売店としているが、東京都と神奈川県と富山県は、トヨタ店が存在しなく、佐賀県及び、長崎県では2006年に、両地域の販売店の統合により、 西九州トヨタ自動車として展開している。また、広大な面積を誇る北海道では、以下4つのトヨタ店が存在している。2020年5月に開始される予定である、全車種併売化に伴い、地域によっては、他の販売チャンネルを九州合併する動きが相次いでいる。トヨタの各販売店系列のデザイン刷新に伴い、看板などなお、軽自動車、 ピクシスシリーズに関しては、2020年4月30日までは、青森トヨタ、秋田トヨタ、鳥取トヨタ、島根トヨタ、徳島トヨタ、香川トヨタ、愛媛トヨタ、高知トヨタ、西九州トヨタ、熊本トヨタ、大分トヨタ、宮崎トヨタ、鹿児島トヨタ、沖縄トヨタのみの取り扱いで、カローラ店、ネッツ店及び一部のトヨペット店との併売であった。 これらとは別に、一部地域では、第8車を扱っている店舗がある。セダンステーションワゴンスポーツコンパクトミニバン SUV、軽自動車商用車下機の車種については、大阪地区においては、大阪トヨペットの取扱いとなっている。これまで旧、大阪トヨタでは、マーク X などのトヨペット店の車種を扱っていたが、2006年8月8日を、もって、両社の社名を入れ替え、 他の道府県と同様の取扱者種に変更された。ただし前日の通り、現大阪トヨペットと一部取扱者種が入れ違っているものがある。このほか1957年にディーゼル店が設置され、大型商用車、ディーゼル商用車の取扱いは、ディーゼル店に移管されたが、大都市圏のみにとどめられたため、 設置されなかった地域ではその地域のトヨタ店が引き続き取り扱っていた。沖縄トヨタ自動車のみ、他都道府県では、ビスタ店の先売だったクレスタベロッサブリザードも取り扱っていた。以前は、フォークリフトなどの産業車両を取り扱っていた販売会社も存在したが、現在は沖縄トヨタ自動車を除き産業車両の販売部門は分社化されている。 かつて存在した、販売店かつて存在した、販売店かつて存在した、販売店。ありがとうございます。